ご機嫌うわしでございます、お嬢様。さあ今日も我々は羊として新しいものに挑戦して、新しい知識を得て、お嬢様方に物事を正しくきちんと伝えられるように勉強してまいりたいと思いますね。はいはい。え、なんでそんなに緊張してるんですか。いやいやいや、あまりあの内容をお聞きしていないので、何が始まるのかなといったそうですね。あ、実はですね、今日大旦那様がお散歩に出かけた際にですね、私にお土産をくださったんです。あの、私が辛いものが好きだということを、あの大旦那様が覚えていてくださいまして、こういったものを、はい、実は買ってくださったんです。カンこれは角ブルダック炒め麺でございます。角ブルダック炒め麺、はあ、とは申しましても、私も詳しいことは分かりませんが、あの大旦那様が、あいつは辛いものが好きだから、はい、一番辛いやつをくれと言って、はい、購入してくださったと、はい、いうことでございます。ひろしさん、よく見たあの爆弾があるんですけど、爆弾、これは結構危険な予感しますね。あ、爆弾持ってますよ。ちなみにあのスパイシーにかけるって2倍辛いってことですかね。何を基準ですか。何を基準かは分かりませんけれども、ええ、2倍辛い。見えますか、後ろにですね、この角ブルダック炒め麺というのが漢字で書いてあるんですけど、角が、ええ、ニュークリアの角、本当だ。どういうことですかこれ。いや、それぐらい辛いってことなのか、もしくはこの角という字がすごいとか、何かこう意味合いがあるのか、私もその中ではありませんが、いやこれ実は私2ついただいたんですなので、まあ1人でいただくのもちょっともったいないなと思いまして、せっかくでしたらみんなにシェアして、世界の辛い食べ物とはいかなものかということをですね、勉強してみたいと思います。早速作ってみたいと思います。さあ、それでは、早速ですね、まずはお湯を沸かして、作ってまいりたいと思います。はい、それからはいぐらいしか喋ってない。気になってたんですけど、まあ、私はちなみにあの辛いもの自体は好きなんですけど、すごくあの弱いんですよ。なので、はい、なので私はなぜ呼ばれたのかわからないんですけど、ちなみに古谷さんはどうなんですか、辛さは。私辛いもの結構得意です。あ、じゃあだからぴったりじゃないですか。どれくらい辛いのかなっていうところがちょっと楽しみであり、今まで多分いただいたことがない、まあ、辛いものにこう出会えたということでドキドキしてます。まだですね、ちょっとお湯が沸くまで時間があるので、はいはい、じゃその間に、まあ、ちょっと開封して中見てみましょう。そうですね、まああの基本的には見たところ結構普通の即席麺みたいな、そうですね、予想ですけどね、実際はどうなんですか。あ、麺は普通に美味しそうですね。ちょっと本体の、ありがとうございます。これぐらいの縮れ麺は美味しいですよ、うん、です辛み合うので、まあ、裏を返すとその分があの辛みも染み込むってことだと思うんだけど、なるほど、これで取り出してみましょうか。麺はなんかこうちょっと太め、ですね。あ、これは美味しそうですね。煮込み系みたいな感じです。中に入っているのはシンプルに、2点ですね。ソース、液状のソースです。液体ソースと、火薬ですかね、ちょっとこうネギっぽい、ああ、まあ、よくある入ってます。そうですね、というシンプルな2点。これ伊さんの 、はい、読めないんです。もうイエーイみたいな感じしか私のニュアンス見えないんですけど我々は今読めてませんけど、ものすごい注意事項が書かれてるかもしれないですよね。舐めるなよとかかもしれないですよ。伊さんも辛いのはもう全然大丈夫ってこと。辛いのは好きです。だ、辛いのは好きですけど、別にあの激辛が好きというわけではないんですよ。辛ければいいというわけではなくて、うん、辛くて美味しいっていうのが大切だと思うんですよね、うん、辛さっていうのは味覚じゃなくて痛覚らしいんですよ、うん、らしいですね、もしかしたら痛い痛い痛いっていうところまで行っちゃうかもしれないですね。なるほど、我々さんに、ね、痛い痛い痛いっていう流れになるかもしれないということですねそうです、辛いじゃない感想が出てくるかもしれない。さあ、お嬢様、お湯が、沸騰してまいりましたので、早速まずは麺を茹でてまいりたいと思います。だからうどんみたいなとこですね、本当にね。ヨレさん、よろしくお願いします。はい、美味しいものを作っていただきたいですね。もう一個作っちゃいましょうね。男3人で食べるわけですからね、1個じゃね、物足りないですもんね。さあ、ではここからですね、5分間、麺を茹でてまいります。茹で汁を適度に残して大体捨ててきました。ここから、ソースを加えて
実際に炒めていきたいと思います。はい。ダダン。いや、ここですよ。どんなソースなのかという。そうですね。はい。まあ、なかなか頑丈に。これ、大丈夫ですか？ユウさん、ブシャーっていう怖い、怖いことならないですか？え、そんなに硬いんですか？切って切りまして、まずはさあ、お色味のほどは一つ目で、あ、でも黒い、黒いな、ま、どうですか、ね、いや、いやいやこれは、あ、ちょっと赤みを、赤みを見た、あの、ライオンみたいになってますけどね、あの、透明感がありますね。で、あー、でも美味しそうですね。まずまずしていきましょう。はい、もう大体こう、あ、どうしました、まさか、まさか上空は、はい、すごい顔上空は上空今すごい顔湯気がこう上がってるんですけど、そこから顔が我々まだちょっとそう分からないんですよ、分からないんですよ。あれは本当ですか。今私結構このマスクはつけてますけれども、私の鼻の中に物理的に何か攻撃が来てるような、そこから今見えてないかもしれませんけれども、ちょっとだけ見えます。あ、そうそう、一応ですね、あの作り方的には、まあ、30秒ぐらいこう軽く炒めればということなんですけれども、まあ、適度に水分も飛んできまして、ここでじゃあ最後に火薬を投入いたしますね。またこう実際にお野菜とか入れて作れば、あ、海苔とごまでございます。ごくごくシンプルな、こう本当にシンプルでしたか。香りがこうちょっと香ばしくなって、はい、美味しそうな感じがしますけどね。しますけどもね、はい、はい、さあ、じゃあこれで完成でございます。さあ、改めて見るといい色してますね。赤いですよ。赤いですね。赤いですね。赤いですね。結構赤いですね。結構赤いですね。私一瞬あのナポリタンだと思っちゃう。確かにナポリタン的な色をしております。ちょっとこの透明感のある赤という感じのソースが、そのラー油っぽいですね。角ブルーダック炒め麺完成でございます。さあ、ではですね、早速試食してみたいと思いますので、はい、皆さん手を、あ、手を手しましょう。はい、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 じゃあまず皆さん、じゃあ香りからいってみましょうか。はい、ちょっとごまの香りもして、普通に美味しそうな感じが、薬味がいいアクセントに効いてる、はい、ありますけどね。そんなこう、ちょっといい食ですけどね。いただきましょうか。いただきましょうか。いただきます。いただきます。はい。あ、なんかもっちりした麺ですね。そうです、やっぱり太麺というだけあって、はい、で、ちょっと消したいですね。うん、あー、辛いわ、それおー、うん、おー、うん、うん、なんか最初ちょっとこう麺のせいですか、ちょっと甘い印象があって、ああ、うん、あそこからビリビリきましたね、うん、なるほど、うん、美味しいですね。美味しい、美味しい、美味しいですね。あ、はいはいはい、結構、はいはい、結構今、大火事ですよ。お水、お水、あの大きいの、あ、これ、これでも悩みなんですよ。一回飲んでしまうと、もう私止まれない気がしましてですね。いやいや、もうせっかくだからいただきましょうよ。あの、いや、多分もう飲んだら私戻れない気がするんですよ。なので、美味しくいただいていきます。でもね、これいい気がします。最初やっぱりちょっと甘くないですか。え、一瞬最初どうしよう。甘いから、甘い、辛いになって、痛いになる。はい、最終的に。まあでも実際どうですか。いや、なんか今までこう辛いものとかも我々もいろいろね、いろんなお食事をこういただいているかと思うんですけれども、経験した辛さかどうかというところが大事だと思うんですよ。あんまり私はその辛いものは好きなんですけど、すごい辛すぎるものっていうのは、はいはいはい、その食べないんですよ。今こう喋りながら、今とんでもなく唾液が出てくるんですよ。唾液が出てきて喋りづらいっていうのはあんまり体験したことないです。なんか岩井さんとその説明を聞いてたら、それは私もなんかちょっと唾液が出ていなくもないかなっていうところがちょっと、あ、でも熱くなってきた、はい、熱くなってきましたね、はい、口に入れた瞬間は甘いですよ、やっぱり甘い、うん、高山さん、そろそろお水いいんじゃないですか。いや、あの、いや、美味しいですね、美味しいですね、うん、辛いですね。甘いから、甘いから辛いになって、痛いになって、今熱いになっています。熱いですね。ええ、
これもうなんか最初に水に手をつけたの負けみたいな。はい、これは負けですね。今でも私あの自前の水で口の中すごい潤ってるんですよ。これはこれで問題なのかもしれないんですけど、何でしたっけ。ダブルスパイシーでしたっけ。なんかそんな表記でした。うん、あ、うん、スパイシーかける2でした、はい、なるほど。これが2倍か。あー、もうだんだんあの毛穴が物を置いていきましたよ。お、ごちそうさまでした。お、いち早く、もう完食。あの、お客様をいただいてもよろしいでしょうか。どうぞどうぞ。早くないですか、お二人とも。いや、これは多分美味しい、うん、美味しい、結構美味しい。本当に美味しいから味わってたんですよ、ね、いい姿勢でちょっと目が潤んでらっしゃいますか。いや、私も水美味しいです ね。こういう麺類食べた後の、でもなんかちょっとね、別に悲しくもないのにちょっと目が潤んできてるんですよ。これ何なんでしょう、心の汗。いや、いろんなところから水分を分泌しようとしてるんですけど、これ何なんでしょう。あ、よりさん、うん、これお水飲まない方がいいかもしれないですよ。遅いよ遅いよ、まず今までやった。あのおかしいですね。お水飲んだので幸せな気持ちになれるかと思ったんですけど、第二波がやってきました。これ、飲まない方がいいかもしれないですよ。うん、ダメ、すごい汗が。あ、これは今日、しまった。クリアさん、どうですか。鼻水が止まらないんですよ。あの息をすると若干ちょっと空気に触れることによってちょっと刺激されますよね。空気が痛い。そう、空気が痛い。ちょっと呼吸すらも熱い。より多分これ絶対お水飲まない方が良かったですよ。これすごい地高性の辛さ。そう、だんだん最初は結構、いや、お、美味しいな、お、思いましたよ。これもう普通に美味しい、いけますと思ったんですけど、何ですかこれ。ちょっと今一番まずいですよこれ。一曲踊った後の汗になってますよ。垂れてる、普通に一滴二滴ちょっと流れてますけど。あれ、福谷さん、お水飲みました。いや、いただいてないです。お水飲みましょう。飲んだ方がいいんですか。はい、飲んだら、でも確かになんか第二波は来ます。来ますね。私は汗はかかないし、その鼻水は来ないんですけど、なぜか唾液と涙が出てきます。ずっとここから水分を出そうとしてるんですよ。これ初めての体験ですね。いや、これ、本当に飲まない方が良かったですね。どうですか。爽やかなひとときは一瞬ですよ。今ちょっとだいぶちょっと爽やか。これどうしましょうか。もうちょっと一か八か飲んで、もしかしたらいい方向に行くかもしれないと思ってます。私今もう汗がとんでもないことになってるんですけど。確かに。ダンスをの。あ、本当だ。そういう私は涙がどんどん出てくる。全然大丈夫かと思ったら、お水飲んだ後に来たんですよ。なんでですかこれ。これだからじわじわ来るんですよ、じわじわ。あ、でも鼻水が出てきた。あ、ちょっと、今来たかもしれない。今お水いただいたんですけど、熱いな。熱いな、ちょっと失礼します、これ。私、大丈夫ですか。ちゃんと、はい、お見せできる感じで生きてます。いやって言いました。いや、もう大旦那様に判断して。ああ、ね、なるほど、承知いたしました。さて、お嬢様、角ブルダック、はい、炒め麺、辛さ2倍、この通り、あとからだんだん辛さと厚さがやってまいります。未だに、はい、喋りづらいぐらい私はですね、今唾液が分泌しております。ね、人それぞれどこからどんな水分を分泌するか違うようですから、それをお嬢様ご自身で確かめていただくのも面白いかもしれません。ただとにかく、辛いことは確かです。はい、ね、召し上がる際は十分にお気をつけて、刺激物に弱いお嬢様は、なるべく避けていただいた方がいいかもしれません。はい、さあ今日も我々もまた一つ勉強になりましたね。まあ、痛いって聞こえましたよ。痛いって聞こえましたよ。本当にやってました。では、あまりお見苦しいところを見せる前に、はい、この辺で締めたいと思います。
それではお嬢様、ごきげんよう。ごきげんよう。でもようやく落ち着いてきました。でも明らかにあの私の水の減ってる量だけちょっとおかしいんですね。本当に水を飲んでから汗だけ。はい、なんだ油断してたな。なんだこれ。いや未だに唾液止まらないんだ。いや涙だね。止まらない。涙が止まりませんか。